鉛筆をね、ぶっ刺すフィギュアが、消しゴムのフィギュアがあってさ、何が出てくるかわからない。ぶっ刺しシリーズ、ぶっ刺しパックってやつ、ゾンビシャス帝国のショーっていう、第1弾ってことはこれ2弾3弾4弾5弾あんのかな。組み替えができるらしいんだよね。あとバラバラにできて、あとスタンプ遊びもできるらしい。こうやって。スタンプ遊びも面白そうだね。で、種類が、まあ、一応ね、こう原寸だよ。リアルサイズはこんぐらいで。ぶっ刺し穴がこう開いとって、ここにブショーってぶっ刺していくって。面白そうだよね、これね。で、ラインナップこう、後ろに書いてあるんだけどさ、まず勇者軍と魔王軍とゾンビミックスっていうのに、分かれてるんだけど、これ。ゾンビミックスってあれかな？合体？あ、でも色違うから、これもあるのか、ラインナップに。バラバラにした時は、この画像を参考に組み立ててください。で、この、12、あ、そっか、全部で12種あるかな？あと、6たす6だ、12だね。これもあるの、ゾンビミックス。俺ね、このね、骨る大魔王欲しいなと思ったんだけど、ゾンビ。ドラゴンゾンビじゃ、やっぱ。で、色的にこっちはゾンビっぽいから、これのね、ドラゴンジジイ。ドラゴンジジイって書いてる。このゾンビミックスの方のドラゴンが欲しいなと思って。では、早速も開封して見ていきましょうか。どんな感じの商品かっていうのも、まあまあ、パッと見たしね。まあ、実際開けて出してみないとわかんないからさ、正確には。おぉいるかおぉいたあ、黒いぞ剣もあるぞ剣、ゾンビミックスの方かな。あ、勇者じゃないこれ。勇者出たゾンビミックスの方の勇者だ。これだ。この勇者出たぞ。この勇者はね、ちょっと字がちっちゃいな。これなんて書いてるこれ。三代目勇者かける骨入る大魔王。これ最強来たんじゃないこれ。勇者と大魔王が、ま、混じり合った最強の化粧を来たか。おお、すげえ。これまさかの最強来たかもしんね。で、今一体だし、鉛筆もね、ちょっとないんだよね。ごめん、ちょ、鉛筆がなくて、次回ちょっと買ってくるからさ、また、鉛筆と、この、あるかな、まだ。これもね、おそらく、すごい古いね、駄菓子屋で発見した商品だからさ、すごい古い商品だと思うんだよね。前のナメコと同じとこにあったの。ナメコ買いに行ったんだけど、ナメコなくて、あのナメコのさ、黄金ナメコシリーズのやつ。あれを買いに行ったんだけど、なくてね、代わりになんか面白いのないかなって探したらこれがあって、あ、いいねこれコンプしたいわ。しかもすごい強いよこれ。勇者と大魔王のミックスだから。ゾンビミックス。脳みそ、脳みそ出ちゃってるここ、ほら。脳みそ出ちゃってる。ガバって相手のがゲトウみたいになってるから、すげえ。脳みそが。うわぁ。で、これね、バラバラにできるらしいから、ちょっと、バラしてみる。頭を。あ、取れた。なんかブロックみたいになってんだね。で、こう取って、おお、結構これ、めっちゃ細かくなるんじゃないか。そこまで細かくできないと思ってたんだけど、おお、細かくなるわ。めちゃめちゃバラバラ。これ確かに画像を参考にして組み立てた方が。で、このバラバラにしたら、いろんなやつと合体できるから、やっぱもう一体ぐらいないとダメだね。最低でもね。で、これからもうこれはばらけられないでしょ。これが、あれだ。全部ばらした感じ。こんな感じ。こんな感じだね。脳みそが取れてる。これで、あとは、他の、いや、ゾンビ欲しいね。ドラゴンゾンビやっぱ。ドラゴンゾンビ欲しい。あ、ドラゴンゾンビ、これだ。ドラゴンジジイの方はなんか背中に剣刺さってんだよね。へぇー、なんか、肉まんゾンビもよく見たら可愛いしな。勇者もともと頭ゾンビになってんだ。ゾンビ勇者だから、頭がね、ゾンビになってる、この子。勇者、これ。ここにこう刺すんでしょ、こういう風に。あれ違うか。いや、そうだよね。ここに、ズボって。気持ち悪い。脳みそ丸見えっていうのが気持ち悪いよね。で、これを戻さなければいけないのですが、これどうやって戻すん、待って。これが後ろか。多分ね、これはこういう風に。まあ、画像を見てやればね、確実に戻すことができるので、まあ、恐るるに足らずということかな。わかんない。あ、こうかな。ちょっと、面白いね、これね。こんな面白い将棋あったのか。で、ここに鉛筆をぶっ刺してって、どんどん連結していくってことでしょ。
ゾンビだから頭ぶっ刺されても平気っていう。おもろいね、この商品ね。これ次回の合体とか楽しみだな。次回ちょっと合体してみて、鉛筆を持ってきてね。ちょっと頭ぶっ刺してみるから。鉛筆どんな感じになるのか。見てみたから、今回お試し開封ということで、まあ、こんな商品がありますよっていう紹介動画で撮ったんだけど、なかなか面白いから、これ第2弾撮るわ。第2回目の動画を撮ろうと思います。ということで今回は、一番多分強いね。勇者と魔王が合体している、なんだっけ、名前が、ホネール大、これだ、三代目勇者×ホネール大魔王だ。そのままだ。合体してるやつでしたということで。かっこいいじゃん、色合いもいいよね。次回ぶっ刺す、いや、刺していたらうちってね。刺すのも、でも刺すのも楽しみだけど、やっぱ、合体が楽しみかな。これでバラバラにしてさ、さっきのも書いてあったけど、バラバラにして、なんか組み替えができるらしいから、合体ちょっと、ドラゴン出したいね、できればね、ドラゴンね。ドラゴンと合体したいわ。すげえ楽しみな、ドラゴン合体が。大きさもいいしね。これ集めがいあるわ、コレクション。楽しいな、これ。全種コンプ頑張ろう。